ピコはユニックスとユニックスベースのコンピュータシステムのためのテキストエディタである。ワシントン大学のコンピューティングコミュニケーションオフィスによって設計されたパインメールクライアントと統合されている。パインの FAQ によるとパインのメッセージ作成用エディタは単独の分離されたプログラムとしても利用可能でピコと呼ばれる。 ピコはとてもシンプルで簡単に使えるテキストエディタでパラグラフの正規化、コピーとペースト、スペルチェックなどの機能を備えている。ピコは複数のファイルを同時に編集することをサポートしておらず、複数のファイルにわたる検索と置換はサポートしていない。また、ファイル中のテキストの部分的な他のファイルへのコピーも不可能である。ピコは検索と置換の操作をサポートしている。 他のテキストのエディタと比較すると、6や EMAX のようなとの人気のある UNIX 向けのテキストエディタはピコよりもより多くの機能を提供している。これには正規表現を用いた検索や痴漢、複数のファイルの同時編集などの機能が含まれる。これらと比較すると、ピコの単純さは初心者向けであると言える。ピコにはナノと呼ばれるクローンが存在し、 初期のピコの再配布に関して不明確なライセンスの、ゆえに GNU プロジェクトの一部として開発されている。より新しいバージョンのピコは、アルパインの一部として、アパッチライセンスの下でリリースされている。ありがとうございます。